かっこいいな、これモデルがかっこいいっすよね、これね。食べていいんですよ、スタッフさん。ね、全然いいです。これすごいですね。パートナーは伊之助で、対戦相手は炭治郎と、俺は負けない、善逸ということで、ここはやっぱりね、はい、宇髄天元ですからね、はい、はい、ちょっと吉羽龍河に行きましょう。お願いします。ちょっとこれ操作ってどれが攻撃ボタンなんですか？そうですね、基本的には左のスティックでキャラクターを動かしまして、はい、で四角のボタンが通常攻撃。あ、めっちゃ、うわ、あ、やめろ、ちょっと待って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 、見せてくれ俺に、まず水の呼吸、これが四角ボタンで、やめろ花江くん、やめろ、あー、やめろ、やってみよう。わ、すごい、こんな簡単に出るの技。こちら側の通常攻撃となってまして、はい、あ、もう押していただいてますね。三角ボタンの方がですね、あの技1、はい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 、でスティック押しながら三角ボタンが技2。おお、すごい、名言そうそうだ。今度は R、 名言そうそう。さあ、そして次は、はい、R1 を押しながら三角ボタンを押していただける。あ、ヘキレキイスにやられた。俺にこれを当てたい、これを当てたい。三角ボタンの、技の方はですね、強力なんですけれども、はい、左上 の HP ゲージの下にある青いゲージがあるんですけど、使うたびにあそこが減ってしまうので、こちらが溜まってからじゃないと使えないというところだけ。あ、なるほど、そういうことなんだ。はい、割とこう出しやすいですね、技のね。そうですね、ワンボタンで、本当に天元を動かしてるかのような、コマンド入力とかがなくてすげえ簡単にね、強い技が出たからめちゃくちゃ楽しいです。すっきりします。ありがとうございます。はい、まあでも所詮コンピューターですもんね。そうですね、ちょっと人とやってみたいじゃないですか。はい、あいつら待ってくれないじゃないですか、俺が技を出すの。ちょっと一緒にやって僕が技を出すのを手伝ってもらえませんか？ぜひ。遊郭の街並みも全然見れてないですよね、今ね。もういきなり炭治郎が襲いかかってきたから。開始。待て待て待て、ちょっとこう街を見せてくれ、街を。まず街をさ、あ、結構、あ、綺麗に、すごい、あ、人が歩いてる奥。危ないです皆さん、ここで柱同士のバトルが行われていますから、皆さん逃げてください、逃げて。あ、ここ壊れてる。マジか。なんでこう、これもともとこう壊れてるんですか？そうですね、壊れた形になって。こちら今のは後ろから殴ってくださいよ。何やっとんねんって言うつれたのに。あ、ダメダメ、もう遅い遅い遅いから。すいません。面白いね。やっぱ簡単に技が出るのがいいですよね。そうですね、本当にワンボタンで、あの技が出せるというようなところに、はい、これね、ありがとうございます。ちょっと見せてみて。すごい。めちゃくちゃかっこいいな、これ。いや、これスタッフさん作るの大変だったの。うわ、派手、ド派手。あんな見せてくれるんだ。非常に大きなダメージを相手に与えることができると。すごい。愚か者、元忍びのこの俺に勝てるものか。すみませんね、ちょっと先ほどのプレイで、はい、ちょっとまだ出てこなかった、はい、開放だったり全開放っていうものもですね、ぜひ一度出してみていただければ。なんで教えてくれなかったんですか？もう一度ちょっとやらせていただければ。はい、教えてください、お願いします。よろしくお願いします。全開放がですね、扇ゲージが溜まってる状態で L2 を、はい、2ゲージまで溜まってから1回開放して、その後もう1回開放しないといけないので、まずは攻撃をしてゲージを溜めるという形です。これで溜まっていく。はい、今左下の頑張りました。はい、これで L2 ボタンを一回押して L2 ボタン、はい、でもう一回ですね。面が完成した。うわ、かっこいい。どうなんですかこれ。その間はですね、三角ボタンを使っても技ゲージが減らなくなるので、三角ボタン使い放題。ああ、なるほど。ド派手。ここまで派手なキャラクターっているんですか、他に技とか。これ出るキャラクターの中でも本当に随一の派手さだと。もう本当これ以上派手なキャラクターもう作らないでください。いや、これは面白いですね。ありがとうございます。これはもうみんなやりたくなりますよ。だってこちらのゲームを持っていらっしゃる方はぜひともこの、パックをダウンロードしていただいて、で持ってないよって方いらっしゃいましたら、お父さんお母さんにおねだりしてぜひ買ってもらってくださいね。
鬼滅の刃の火の神血風炭が欲しいよってお父さんとお母さんにね言ってもらったら、夏休みの宿題頑張るからって言ってもらったらね、すぐお父さんとお母さんは買ってもらえると思いますんでね、ぜひともよろしくお願いしますね。追加キャラクターパック第1弾宇髄天元はいよいよ明日から配信です。心して待て。以上、お相手は宇髄天元役小西克之でした。